模型制作動画第2弾、今回はですね、フィギュアのセットを1箱、ジオラマ仕立てにして作るっていうのをやってみたいと思います。今回作るのはこちら、マスターボックスのジャーマンエリートインファントリーというフィギュアセットです。マスターボックスはですね、こういうようなその箱一つで、情景というか箱庭が成り立つようなねキットがすごく多くて楽しいんですけれども、これはなかなかまたね、食料を調達して歩いてきてるシーンでしょうか、すごくねいい感じの和やかな風景なんですけれどもね、これをじゃあ作ってみたいと思います。これが中身ですね。マスターボックスはですね、タミヤに金型を提供して原型を作ってるぐらいですんでね、非常に著しい発展の著しいメーカーさんだと思うんですけれども、こちらのフィギュアもすごく素晴らしいですね。弾薬ポーチなんですけどね、ちゃんと形ができてるの分かりますかね。ちょっとこう斜めになってますよね。これここにねこう服についた時にちゃんと斜めになるようにできてるんですね。ちゃんとこの形に合うように作られてるんですね。これなんかもすごいですよね。ライフルのね弾薬ケースなんですけれども、ここにこう引っかかるのが、弾薬ケースってこうベルトを通して上に引っ掛けるのがついてるんですけれども、これもねちゃんと別パーツで立体的になるように作ってあるんですね。迷彩ポンチョのね裾の部分なんかもね別パーツにこれもなってますしね。で結構ねよく成形ができずにぐちゃぐちゃになってしまうここですね、このスモックの先端部分なんですけれども、きっちり、造形が出てますね。きちっと出てますね。すごいですね。ジオラマを作るにあたって、絵を描いて、イメージを作ると、イメージを固めるっていうのがねよくあります。でまあそこまでしなくても別にいいかなとは思うんですけれども、そういう絵をですね、どうやって描いたらいいのかっていうのをですね、ちょっと描いてみてね、お話ししてみたいかなと、僕の描き方ですけれどもね思います。で、そういう絵を描くときに、ただもうここに漠然と紙があって絵を描こうとすると当然描けないんですね。なかなか描けないと思います。で何を考えて描いどういうふうに描いたらいいのかって言いますと、僕が絵を描くときはですね、こうジオラマの絵を描くときはこう、まあこう簡単にやや薄めにね、これシャーペンなんですけども、こうまあ平面を描くわけですね。平面を描いて、でまあここに人形が立ってるイメージを描いていくんですけれども、いきなりね人形を立ってるイメージを描こうとしても描けないと思うので、例えばですねここですね、この辺ですね、位置関係をまあ割り出すんですけども、まあこの辺にこうこんな感じですね、わかります？こういうのを描く。で、もう一体なんかこういうふうなのを描く。で、その奥にもうちょっといるからここに描くみたいな。こうやってその平面というかね、立体を意識しながらここに描いていくという形ですね。ここに木を描くとかね。こういうふうに描いていきます。ただ漠然とその絵を描こうとすると描けないので、立体をそこに立てていく感じですね。立体物を立てていくような感じで絵を描いていくと比較的描きやすいです。もう一人ここに立てましょうか。
ですね。この箱絵を見つつ、こんな感じですかね。箱絵を見ながらこうずっと描いていくと。で、道をこういう風に作ろうかなとか考えてますね。で、ここの空いてる空間になんかちょっと小物を置いてみようとか、柵を作ってみようとか、そういうのもちょっと考えてみると。こんな感じですね。こうして、いう風に作ろうとか、こんな感じですかね。ここに草をもうちょっと生やしてみようとか、まあ森の小道をこう森でちょっとこうなんか物を取ってきて、道に出てきたみたいなね感じにできたらいいんじゃないでしょうかね。という風な感じで書いていきます。こうやってそのまあね平面を描きながら描いていくと比較的描きやすいかなというふうに思います。